何？やっぱりシエルさんと学生ごっこやってるシキ君には荷が重い？まあ、いいですけど。え？そう？その割には嫌そうな顔してるけど。嫌ですよ、面倒事なんだから。糸の子、はい、どうぞ。やり方わかる？教えてあげましょうか？先生のやり方は見ていました。最終的にその箱に入れればいいんですよね。やっぱりこれじゃうまくないな。あなただって時間の無駄でしょ。不祥不祥だったのは、道具に不満があったからです。先生の趣味に文句があったわけじゃない。あとはこれをしまえばいいんですよね。先生、やってくれますか？あ、うん、やるやる、任せて。うわ、なにこれ、すごっ。頭蓋骨そのままなのに脳丸ごと出てる。うわ、心臓止まってるのになんでまだ脳生きてるの？じゃあ俺はこれで。待って待って、下にシャワーあるから使って汚れ取っていって。私もここ片付けたらすぐ行くから。
メガネかけたまま眠ったのか。なんであんなことを。俺は おはようございます、四季さん。今朝の具合はどうですか？あれ、琥珀さん？珍しいですね。翡翠はどうしたんですか？嫌ですよ、四季さん。翡翠ちゃんはお休みだって言ったじゃないですか。今朝は四季さんだけですから、ごゆっくり食堂にいらしてくださいね。出したように意地悪になるんだから、先輩は。あら、四季さん、今日はお早いお帰りなんですね。ただいま、琥珀さん。ちょっと急いでるから、また後で。階段から転がってきたんですよ。背中を軽く打ってしまわれましたが、幸い大事はありません。ですが、熱が終わりのようですね。お出かけの予定かと存じますが、どうか今日はこのままお休みください。いや、大丈夫。休まなくてもすぐ収まります。ここまで全力で走ったから息が上がってるだけで。いけません。そんな青い顔をして何をおっしゃっているんですか。四季さんのお体を見る者としてこれ以上の無茶はさせられません。でも約束が。
お断りの連絡でしたら引き受けます。あんまり無茶するようでしたら、お注射の出番ですから。そうだね。今日はもう。よかった。お休みいただけるんですね。四季さん、お一人で歩けますか？うん。なんとか歩けます。部屋までは行けそうですから。琥珀さんには連絡をお願いできますか？かしこまりました。乾様にご連絡した後、お薬を持っていきますから、どうかお部屋のベッドでお休みください。それにしても、今日はやけに静かだな。
や、シキさん、起きていらっしゃいます？おはようございます。着替えをお持ちしましたので、鍵を開けていただけますか？うるさい！俺に構うな！シキさん？もしかして頭痛が悪化しています？構うなって言ってるだろ。いいから一人にさせてくれ。って言ってるだろ！シキさん、いかがなさいましたか？やはりお加減が。
らしいですか？お伝えようとしたらお声をかけてください。四季さん、夕ご飯を持ってきました。朝から何も食べていないのでは参ってしまいますよ。もうこうなったらお食事だけでも食べてもらいますからね。最後の切り札、マスターキーの出番ですよ。中に入りますからね。ってどうなされたんですか？これあんまりです。気が立ってしまうときは誰にだってあると存じていますが、これはちょっとやりすぎだと思いますよ。らしいですよ。何があったらこんな風になっちゃうんですか？
めんなさい、よく聞こえませんでした。申し訳ありませんが、もう一度言っていただけます？よかった、琥珀さん。
ハハハハ。